の花日記はこの中から藤若間を紹介します。藤若間、藤若間は奈良時代より前から親しまれ、花弁の形が筒状で袴に似ていることから名付けられました。淡い紫色の花を株いっぱいに咲かせ、背丈は2メートル近くになるものもありますが、最近ではその数が減少していると言われ絶滅危惧種に指定されています。藤若間は枯れた後にも魅力が、枯れて乾燥すると桜餅の桜葉に似た爽やかな甘い香りを生成します。ドライフラワーも作れますし、乾燥させた藤若間を小さく砕いて袋に入れ、匂い袋にして身につけることもできます。秋の七草を自宅で楽しむのも素敵ですね。うん、初めて見ましたけれども、はい、香りが気になりますね。はい、ね、そうですよね。背丈が2メートル近くになるって、はい、ものすごく高いということになります。ね、羨ましいなって思いました。先っぽを切ってね、私の楽しみ方もあるかもしれませんね。さあ皆さんもぜひお家で秋を楽しんでほしいなと思います。